携帯無償で、流された人もいます。水でも職員の方が一人抱えて一人掴んでってこうやって、うん、それこそ、うん、地獄だって言ってたよ。水に変えて白衣こうやって掴まれるって、うん、こっちも助けたいけどこっち手放せないって、うん、地獄だったって言ったよ。助けて助けて、うん、一番たくさんの方が亡くなったんじゃないですか、うん、その施設は、うん、の中でも堤防を家で隠すと、ね、家で隠すっていうの建物を前に建てて、その後にその後ろに堤防を築くって、こうやってそこは商店にして住まないっていう、住居にはしないっていうことで、そういうプレゼンもありましたけど、それはどうかなと思いますよね。そう、うん、例えば それ本当にじゃあ そこで死んだ人どうするのみたいな、うん、逃げ遅れた人どうするのみたいな、うん、あなた方それで防げるって言ったじゃんって言ったらどうするんですか、うん、防げるとは言わない、最後まで自分で根本的な問題として、この地域は過疎だったんですよ。ああ、はあ、これ今津波がどうこうっていう話ですけども、うん、津波がどうこうっていうことじゃないと僕は思ってます。それ以前に過疎で、ああ、はあ、そもそもここで産業がない、うん、若い人はそれでなくても流出しているっていう状況は全く変わってないんですよ、うんうん、津波のせいだけじゃないってわけです。だから根本的なその部分の、うん、改善策っていうものが先にないと、いくらじゃあ津波に流されたからなんとか作ろうと言っても、その部分の発想から考えたものじゃないと意味がないと思ってるんですよね。衰退しかけてるものに戻したとしても衰退の歯止めにはならないんで、もっと発想転換しないと。